はい、どうもこんにちは。まだ飲んだことないビールを探し続けている男、AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日もね、世界のビール楽しんでいきましょう。今日で56本目ですね。でちょっとね、痛恨のミスしてしまいまして、今日飲むのね、これなんですけども、2本あるんですよね。見たことないな、飲んだことないなっていうビールであったらね、もうその都度仕入れていくんですけども、ね、まさかの痛恨ですよ。わ、これ初めて見たと思ってね、持って帰ったら家にあったっていうね、やってしまいました。ということで今日はね、こいつを飲んでいこうと思います。美味しかったら嬉しいね。はい、じゃあね、今日飲んでいくビールこちらになります。ボヌピュアラガー、原産国フィジー共和国、アルコール分 4.5% になってます。でね、これね、変わってるんですよ。瓶のね、もともと貼ってあるやつにはね 4.6% って書いてまして、でこのね、日本語表記のねやつには 4.5% って書いててね、おそらくね 4.6% が正しいんだと思うんですけど、印字ミスかな、ちょっと分かんないんですけどね。ちょっとこれ初めてこういうのにね出会いましたね。で今日のビール、一言で簡単に説明しますと、フィジーを代表するビールブランド、そういったビールだそうです。よし、開けていきましょう。うわ、冷えてます。キンキンに冷えております。ラベルにね、亀が書いてある。これがね、ウミガメなんですけど、ボヌっていうのがウミガメのことらしいですね。うん、色は、まあ、普通かな。ちょっと濃いかな。うん。美味しそうですね。はい、じゃあ今日は南国フィジーのビールを飲んでみたいと思います。いただきます。乾杯。はい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 、うん、こんなやつか。やや苦めで、すっきり爽やか、そういった感じですかね。うん、飲みやすいですね。でもね、どんどんいきましょう。いただきます。いやー、うまっ。こんなん飲んでるとね、こうフィジー行ってみたいなと思いますね。僕行ったことないですけどね、うん、南国行ってね、実際こう飲んでみたいなっていうのが思いますね。うん、で、あのウミガメのことかこのビールのことかわかんないんですけど、多分ウミガメのことだと思うんですけど、平和と安らぎの象徴みたいなこともね、こう見ましたので、すごいね、あのかいいなと思いますね。かっこいいっていうかね、素晴らしいね。名前すごいけどね、ボヌってこうインパクトありますよね。うん、よし、ラストいってきます。いやー、うまっ。はい、ちょっとですね、今日はね、痛恨のミスでね、間違ってね、2本、まだ飲んだことないのに2本仕入れてきました。ボヌピュアラガー飲んでみました。で、一口目はね、苦いと思ったんですけど、二口目、三口目、特に最後ですね、全然思わなかったですね。うん、まあ、飲みやすいしね、南国を感じるというか、実際ね、ちゃんとね、フィジー行ってみたいとかね、フィジーで飲んでみたいとか、そんな風にも思わせてくれる、そういったビールでした。もしね、気になった方いらっしゃいましたら飲んでみてください。はい、ではね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。